県内全域の119番通報を一括して受ける消防指令センターの運用が始まりました。全国で初めての取り組みです。はい、消防署119番です。火災ですか、救急ですか。この時間もさまざまな消防救急の指令が入ってきていて、指令員の皆さんが対応しています。目の前のモニターには通報者の位置情報を知らせるものや今の消防車の出動状況などさまざまな状況を知らせるディスプレイが並んでいます。大分消防指令センターは大分市の荷上複合公共施設の中にあり、おととい運用が始まりました。これまでは119番通報を県内14カ所の各消防本部で対応していましたが、デジタル化していない消防署の場合、出動先の地図をプリンターで印刷し隊員に共有するなど時間がかかっていたということです。センターで指令を一括で受けることで、通報者が目印の建物を伝えると場所を瞬時に特定、救急車両に共有され現場に到着するまでの時間を短縮できることなどが期待されています。さらに新しい機能としましては、映像通報といいまして、通報者からの映像をですね、こちらが確認をしながらこちらの方が的確なアドバイスができるような機能でやすとか、現場の映像を各消防本部の方にですね、配信をしたりとかですね、リアルタイムでその現場の状況を確認することができると。またセンターには各消防本部から指令員が派遣されていて、災害が起きた際に市町村を超えた連携がしやすいということです。現在センターで受け付けているのは大分市内の通報のみで、来月上旬までに段階的にすべての市町村に対応していきます。1日14人体制で毎日300件ほどを受ける見込みです。